はい、どうもトーマです。実はですね、前回ね、整体をお迎えしましたっていう動画をアップしたんですけども、実は前回の動画ね、動画自体は時間の経ってる動画でして、またね、ここ2日3日前にね、整体をお迎えしてきました。で、まあ僕のね、その動画を見てる方にはわかると思うんですけども、どの金魚をね、お迎えしてきたでしょうか。はてな。この渋いね、グレーの体色をした一番でかいやつ、こいつをね、お迎えしてきました。ちょっと寄ってみましょうか。はい、こういう感じでね、すごいこの渋いグレーの体色がかっこいいんですよね。若干ね、この、わかります？グレーの中にちょっと素垢になりそうな感じなところが多々ありまして、もしかしたらね、1ヶ月後にはだいぶね、柄の変化っていうのが起きてきそうな感じはします。この感じの体色がすごく渋くてかっこいいと思うんですが、まあ、変わったら変わったらね、どういう感じの雰囲気になるんだろうとかね、ちょっと自分の中で、まあ、考察とね、妄想をしながら、めちゃくちゃ変化のね、楽しめる魚でもあってね、まあ、そういうところもすごくね、魅力の一つなのかなと、思っているんですけども、めっちゃ元気なんよこいつ。めっちゃ元気でしょ。前回紹介したこの子もね、すごい元気なんですよ。こういう感じですね。で、まあ全体的にこういう風に見た時に、やっぱね、その混泳させてる水槽なんで、全部が全部ね、そのなんか似たような感じだったら、まあ、僕の中では、まあ、そういうのもいいけど、どちらかというとね、ちょっとバランスを取りたいと。いや、ほんとね、マジで最初見た時にもう一匹めちゃくちゃかっこいい竜筋がいたんで、その子と悩んだんですが、まあでもね、こういう、なんだろう、すごい柄って言いますか、体色かっこいい感じだったんで、めちゃくちゃ悩んだんですけど、まあこの子をね、僕は購入して迎えてきましたね。まあ、今回だけじゃなく、まあ、ずっとそうなんですけども、まあ、こちらの中に入っている水槽の生態たちはね、みんな僕がね、よく行ってるね、ショップで購入してきております。別々のショップで買うよりかも、一つのね、まあ、信頼のあるショップで僕は購入していきたいんで、別々のショップさんとかで購入しちゃうと、絶対調子の悪いやつって出てくると思うんですよね。まあもちろんその産地とかそういうのにもよりますけど、まあその方がね、まあその飼育する時にも失敗は少ないのかなって思ってますね。よくそのヤフオクとかで購入したりする人もいたり、まあ、YouTube でもね、その開封動画とか購入動画っていうのをね、してる方を見かけるんですが、僕ね、ああいう、なんだろう、ネットとかで購入するのがちょっと苦手なんですよね。まあやっぱりそのショップさんに行って、自分の目で見て、その、一匹一匹ね、僕は確認したいんですよ。まあ、確認っていうか、自分の目で見た方が確かなんで、そういうネットとかだとね、どうしても失敗とかね、あったり、生態のね、調子がめっちゃ悪いとか、写真と全然違うとかね、そういうこともあったりするんで、僕はね、まあ、どの魚でもそうですけど、ネットで購入するってことはね、あんまりないかな。ネットで購入すると、ほんとね、なんか失敗しそうな感じする。まあだから僕はね、結構、ショップさんに行って、自分の目で見てね、確認して購入するようにしております。その方がね、楽しいしね、まあどんな子と出会えるか、どんな出会いをね、するのかとか、そういうのも、すごくね、楽しめますし、やっぱ金魚って、一匹一匹、ほんとね、素敵な出会いなんよ。まあ、僕の中では、結婚する人を探すぐらいのレベルで、そのショップさん行ってるんで、ほんとそれぐらいね、ビビッとくるような素敵な出会いをね、
果たすために自分の目で見てね、どういう素敵な金魚と出会えるんだろうっていう楽しみを持ちながら、やっぱね、ショップで悩んで悩んで購入して迎えてくるっていうのはね、すごく楽しみの一つですね。たまにね、めっちゃ素敵な個体が一匹だけじゃなくて3、4匹ね、出会ったりするんだけど、ほんとその時はね、贅沢なね、悩みの時間よね。本当にあのね、悩んでる時間がめっちゃ本当に自分の中では幸せで、どの子にしようかなとか、まあ、この子も可愛いんだけど、この子のね、体色もいいなとか、いや、この子はね、めちゃくちゃヒレがかっこいいんだよとか、まあ、そういうね、その悩んでる時間がすごく楽しいですよね。いや、どうでしょうか。めっちゃかっこいいでしょ。この顔もさ、いいし、この光り輝く感じもね、すごくかっこいいんですよね。というわけでね、今回もね、生態紹介となりました。もう一匹ね、ちょっとめちゃくちゃ目立つやつを購入しようと思っているんで、またね、その時に動画でね、紹介していきたいと思うんで、ぜひね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。では、トーマの趣味部屋でした。バイバイ。Follow